はい、こーいちゃーん。はい、カラスのクッピーチャンネル。ハシブトガラスのクッピーと保護主レンです。今日はお日様ポカポカです。くーちゃんはここで日向ぼっこね。はい、そしてまるくんが水浴びしてます。まーちゃんキジバトのまるくんです。まるくんは長風呂ですね。はい、くーちゃんいて、そしてはい、はしぼそのダビちゃん。ダビちゃん穴広がってますね。おくーちゃんが開けた穴をダビちゃんがさらに広げてます。くーちゃんはね、もうちょっとダビちゃんが怖いみたいで近寄らなくなっちゃいましたね。そしてタビちゃんはこのタオルを糸にするお仕事から今度はこの糸をさらにほぐすというね、なんて経済的な遊び。もうずーっとやってます。くーちゃん、くーちゃん来れば一緒に遊ぼうよ。くーちゃいました。タビちゃん張り切ってるね、すごいねタビ。あ、くーちゃん来た。くーちゃんのご飯、くーちゃんのご飯は鶏のペレットとあとハムスターのペレット何種類も混ぜてあります。一応ね、鳥のペレットはもちろんなんですけど、ハムスターのペレットが結構成分表を見ると優秀で、鳥に必要なビタミンとかが結構入ってるんですね。で、植物由来の消臭成分なんかも緑茶エキスとか結構成分見るとね、なんか人間の食べ物より変な添加物入ってなくてバランスもいいんじゃないかっていう優秀なものが出てますので、まあ、そういうのをくーちゃんが飽きないように何種類かあげてますね。でこれが主食で、あ、くーちゃん今同じのばっかり選んでますね。これね、種類別にねするんですね。うわー、口の中すごいことになってますよ。ペンギンじゃなくてペリカンになってます。同じ種類だけ口に入れて、これね今一番のお気に入りのやつですね。お気に入りのやつを口に詰め込んで隠すんだよね。知ってんだ。うわー、こんなに出てきました。うわーね、カラスは食べ物をあちこちに隠す、貯食、貯金の貯に食べると書いて貯食をします。もう習性なのでしょうがないです。生ものはやめてほしいです。あと納豆もね、ポケットに入れるのはやめてください。はいはい、そしてダビちゃんね、ダビちゃん、ダビちゃんツンデレちゃんで可愛いですね。ダビ、ダビアップ、足引っかかってるじゃんダビ。これどうすんのダビちゃん。ダビアップ、はい、アップ、何か動作をするときに毎回同じ言葉を使うようにし、あ、うんち出ました。すると覚えてくれます。私は手にね、乗るときにアップ、ダウン、降りるときにね、ダウンという言葉を毎回使うようにすると、アップイコール手に乗る、手から降りるイコールダウンっていう感じで、もともとやってた行動に毎回同じ言葉を使うと、今度は逆にその言葉を使うとその行動をしてくれるっていう形で、お互いね、いろいろコミュニケーションが取りやすくなりますのでね。あとね、うんちもね、ぽっちょん、うんぽっちょんって教えてるので、ケージから出す時に「うんぽっちょんして」って「うんして」っていう風に言って、でぽちょんとしたらケージから出すっていう。そうすると今度はぽっちょんしたら出してくれるんだっていうのを学ぶので、なかなかね、カラス賢いんでね。ね、タビちゃん。